マンモスヨセミテ空港はアメリカが州国カリフォルニア州モノ群のマンモスレイクス町が所有運営する空港マンモスレイクス町の東方国道395号線のすぐ北側に位置するマンモスレイクス空港またはマンモスジュンレイク空港とも呼ばれる主にゼネラルアビエーションに利用されているが2014年現在2つの航空会社による 旅客機も乗り入れている。2012年の年間旅客数は27,246人であった。2011年から2015年にかけての国家空港総合整備計画による分類では、ゼネラルアビエーション空港となっている。マンモスヨセミテ空港周辺の主なアトラクションは、スキーリゾートのマンモス山スキー場をはじめとする山間レクリエーション施設のほか、釣り、ボート乗り、 ハイキングなどである。マンモス山スキー場を要するマンモスレークス町まで自動車で10分、内し15分で行くことができる。また、マンモスヨセミテ空港はヨセミテ国立公園の東側の玄関ともなっている。マンモスヨセミテ空港の標高は7128フィート、内市7135フィート総面積は230エーカーである。 マンモスレークス町の6階入り6マイルないし8マイル東に位置する。滑走路は9、27方向の1本のみで、その幅は100フィート全長は7000フィートあり、表面はアスファルトでできている。完成等はない。2014年現在、小型グライダーの保管用から大型旅客機向けのものまでを含め91のハンガーがある。これらのハンガーは、 アメリカ合衆国中部から西部にかけての各航空機所有者たちが個別に所有している。営業時間は午前8時から午後4時30分である。日没から日の出にかけビーコンが作動する。空港は山岳に囲まれた位置にあり、強風が吹くこともあるため、周囲の地形に関する知識がないものの夜間飛行は推奨されていない。一晩駐車する場合の料金は8ドルで、 セルフサービスで支払うようになっている。ホライゾン航空の Q400 型、キアラスカ航空とユナイテッドエクスプレスがカリフォルニア州内の主な都市との間に定期便を飛ばしているが、前者のロサンゼルス便以外は季節限定である。ユナイテッドは2011年から2012年、スキーシーズンよりそれまで1日1回のみの往復だったサンフランシスコ便を増やし、さらに サンディエゴ便とオレンジ軍便の運航を開始した。その結果、同シーズンには、一日七本の旅客機が、マンモスヨセミテ空港で発着することになった。そのうちの三本は、アラスカ航空の旧四百型機、四本は、ユナイテッド航空の c r j 七百型機であった。二千十三から二千十四年スキーシーズンには、ロサンゼルス、サンフランシスコ、サンディエゴとオレンジ軍から、 直行便が出ている。2010年の運行数は8285便で、1日平均22便であった。そのうち68%が、ゼネラルアビエーション、20%が、チャーター便、12%が、旅客便、1%未満が軍用であった。2012年5月現在、この空港を拠点とする、航空機は8機の小型ゼネラルアビエーション機で、 いずれも単発期である。年間旅客数は、2008年には665人、2009年には6157人、2010年には19814人、2012年には27246人であった。夜明けのマンモスヨセミって空港。後方左側はシャーヴィン山脈0同右側はマンモス山。これらの山々と空港の間を、 国道395号線が通っている。マンモスヨセミッテ空港は、第二次世界大戦中、アメリカ陸軍によって、補助滑走路として建設された。当初の滑走路は、全長が4000フィート幅が30フィートで、舗装されていなかった。第二次世界大戦後、モノ軍によって買い上げられ、ロングバレーフィールドと命名された。空港の設立は1947年9月と、 なっている。1965年、滑走路が300フィート北に移動され、全長5000フィート幅100フィートに拡張された。1970年、当時の運営者であったマンモススカイロー支社によって、滑走路が6500フィートに伸ばされた。1972年、小規模のターミナルビル兼空港事務所が建設された。同ビルは2013年現在、 ホットクリークアビエーションの父母、オフィス兼パイロット用ラウンジとして再利用されている。1973年、シエラパシフィック航空がコンベア440型機による旅客機の運航業務を開始し、1980年まで継続した。1980年、モノ軍がマンモススカイロジ社から空港を受け継いだ。1985年、 トランスワールドエクスプレスがロサンゼルスとサンフランシスコへの旅客業務を全19隻のビーチクラフト1900型機で開始した。1987年のスキーシーズンロイヤルスカイウエスト航空が冬季限定の旅客業務をブリティッシュエアロスペースの BAE146 型機で開始したが翌1988年に停止した。1992年9月 マンモスレイクス町がモノ群から空港を買い取った。1993年と1994年の冬シーズン、ユナイテッド航空がマンモスレイクスからフレズノへの運航業務を Z ストリーム31型秋で行ったが、そのまま廃止となった。1995年、トランスワールドエクスプレスの航空業務が廃止となった。2007年、マンモス山スキー場が、 年間を通した旅客機運航を実現させるための計画を立て、様々な航空会社との契約交渉を行い、アラスカ航空と契約を結んだ。2008年運行数の増加に対応するためのターミナルの建設が望まれたが、当時は環境的な制約から新たな建物を追加することが許されなかったため、空港敷地内で最大の建物だった倉庫の内部を改装して、 カリターミナルとした。2008年12月18日、ロサンゼルス発の旅客機としては初めてとなるアラスカ航空の Q400 型機がマンモスヨセミテ空港に着陸した。2010年12月16日、ユナイテッドエクスプレスがサンフランシスコ発の季節限定直行便の運航を開始した。当時はホライゾン航空もサンノゼからの直行便を飛ばしていた。 2011年秋、ターミナルの混雑を緩和し、かつ保安的需要を満たすため、新ターミナル建設までの暫定的措置として、簡易ビルが増設された。2011年12月16日、ユナイテッド航空が、オレンジ軍発の季節限定便の運航を開始した。同シーズンには、サンディエゴ発の季節限定便も就航した。マンモスさん及び、マンモスヨセミテ空港は、 ロングバレーカルデラの中にある。2008年、マンモスレークス町の主導により、600万ドル相当の空港リハビリテーションプロジェクトが実施された。それには滑走路の再舗装と倉庫ビルの旅客ターミナルへの改造が含まれた。滑走路のメインテナンス作業は、全額 FAA の空港改善プログラムによってまかなわれた。年間旅客数が2030年までに14万人に、 同化することが予測されており、それを視野に入れた空港の拡張、拡大、改善計画も検討されている。空港そのものの住所はマンモスレークスとなっているが、周辺の土地はアメリカ合衆国農務省リニア局、またはロサンゼルス水道電力局が所有しており、町そのものからは分断されている。マンモスレイクス町が2013年8月に用意した計画書類によると、 当面は、すでに空港が所有している土地を利用して滑走路を8200フィートにまで拡張し、将来的に可能であるなら林野局から土地を買い取って、さらに9000フィートまで伸ばそうという案が出ている。また、ピークシーズンの混雑を緩和して、業務を効果的に行える、要、4万平方フィート規模の新ターミナルの早急な建設が望まれている。運航数の上昇に伴い、 B737 型機や A319 型機の乗り入れも見込まれている。空港ターミナル、待合エリアとシャーウィン山脈。手前のエアポートロードは、このすぐ左側で終わっているが、これをベントンクロッシングロードまで伸ばすことが検討されている。2013年現在、空港に自動車でアクセスするためには、国道395号線からホットクリーク。 ハッチャリーロードを経由してエアポートロードを使うルートしかない。しかし、非常時にも対応できるようエアポートロードをホットクリークハッチャリーロードとは反対側のベントンクロッシングロードまで伸ばすことも提案されている。さらに、リゾートコンドミニアムホテル、高級 RV パーク、ショッピング券、ビジターセンターなどを空港敷地内に建設するというマスタープランも出されている。なお、 拡張計画は以前にもアメリカン航空の協力で推進されており、2000年に FAA から2870万ドルの工事資金が支出されることが一旦決まっていた。当時のマンモスレイクスの年間訪問客数は約300万人であった。その大部分は自動車による来訪者だが、マンモス山スキー場は空港拡張によって他州からのスキーヤーも含めた。 訪問客の大幅増加を見込んでいた。しかし、2003年、合衆国地方裁判所が、FAA は、拡張工事による、訪問客数や不動産開発の増加が、環境に与えるであろう、影響について、十分な調査を行っていないとして、拡張工事を差し止める判決を下していた。マンモスヨセミテ空港では、アビス、エンタープライズ、ヘルツ、ユー部ブが、 レンタカー業務を行っている。マンモスレイクスに宿泊する場合、無料送迎サービスを利用することも可能である。マンモス山。ズームインすると、スキーリフトが見える。マンモスヨセミテ空港から国道395号線を利用して様々な観光地を訪れることが可能である。シエラネーバダ山脈の東側に位置することから、東シエラとして親しまれている。また、温泉や、 養魚場もある。道路や目的地によっては陶器に閉鎖されることがあるが、モノコ委員会が東シエラの道路状況を随時アップデートしている。参考資料も参照。マンモス山スキー場マンモス山は、ロングバレーカルゲラの南西側境界付近にある溶岩ドームである。道山の麓にあるマンモスレイクス町は、モノ群内で唯一自治体化されているコミュニティである。マンモスレイク、 マンモスレイクスと呼ばれる湖はないが、町の境界内または周囲に多数の湖がある。マンモス山スキー場には年間のべ130万人のスキーヤーが訪れており、アメリカ合衆国のスキーリゾートとしては第3位である。アメリカのベストスキー場の一つとも言われる、同スキー場には28本のリフトがあり、初心者から熟練者までが利用できるようになっている。なお、 マンモスレークス町、マンモス山、マンモス山スキー場はまとめて、マンモスという通称で呼ばれる。マンモスにとっての冬シーズンはおおよそ11月から6月までで、7月までスキーができることも珍しくない。長いスキーシーズンと年300日以上の晴天に恵まれているマンモスは、カリフォルニア州のスキーヤーやスノーボーダーにとっての安息地、あるいはメッカだとされている。 しかし、地理的には、道州の裏庭にあり、自動車によるアクセスが不便である。例えば、南カリフォルニアのロサンゼルスからは、ほぼ国道395号線一本で、約300マイルの距離を走らなければならず、最低5時間かかる。オレンジ郡中部からマンモスまでは335マイル、あり、道路状況が良ければ5時間45分かかる、計算である。サンフランシスコの場合、 市内から出ることさえ困難である。一方、飛行機では、ザビレッジロッチ、スキーレンタル店、ゴンドラ乗り場、レストランなどがある。ザビレッジアットマンモスマンモス山スキー場のふもとには、ザビレッジロッチザウェイスティンモナークリゾートなどのリゾート宿泊施設がある。アクティビティの種類やアクセス可能区域は、季節や天候によって異なるが、マンモスでは、スキー、スノーボード、 クロスカントリースキー、スノーチューブ、スノーモービル、アイススケート、釣り、ボート乗り、ゴルフ、マウンテンバイク、ハイキング、キャンプなどが楽しめる。マンモスヨセミテ空港からは、国道395号線の北方面に乗り、カリフォルニア州道203号線で降りて左折する。203号線はメインストリートとしてマンモスレークス町の中心を通り、 ザビレッジアットマンモスに差し掛かるところで右折して、ミナレットロードとなり、スキー場のメインロッジに向けてマンモス山を登る。ローアーツインコ一方、ザビレッジからマンモスクリークに沿って走る道路は、レイクメアリーロードと呼ばれ、ツインコ、メアリーコ、ジョージコ、ホースシューコなどにアクセスしている。ただし、陶器は雪で道路閉鎖となるため、ツインコまでしか行けない。ツインコは、 上流側のアッパーツインコと下流側のローアーツインコからなり、アッパーツインコに流れ込んでいる滝はツイン滝、ローアーツインコから流れ込む川はマンモスクリークと呼ばれる。マンモスレイクスの宿泊施設や貸しコンドの多くはマンモスヨセミテ空港への無料送迎サービスを提供している。町内やスキー場への移動には、シャトルバス、トロリー、ゴンドラが無料で利用できるほか、タクシーもある。 また、ヨセミテ国立公園などへのツアーも出ている。デビルズポストパイル国定公園ミナレットロードはマンモス山スキー場のメインロッジで終了する。しかし、道路そのものはレッツメドーロードとして続き、ミナレットサミットを通過してデビルズポストパイル国定公園に向かう。ミナレットサミットからはマンモス山を含む周囲の山々や森を360度見渡すことができる。 デビルズポストパイル国定公園では、柱のように連なる岩に沿ったハイキングコースがあり、レインボーホールズと呼ばれる滝もある。メインロッジからデビルズポストパイル国定公園に直行するシャトルバスも出ている。ジューンコ、マンモス地域から国道395号線をさらに北上すると、カリフォルニア州道158号線、別名ジュンレイクループの出口がある。 ジューン・レイクループは馬蹄型に回るルートで、その始点と終点が395号線に繋がっている。ジューン・レイクループ沿いに、ジューン湖、ガル湖、シルバー湖、グラント湖という4つの湖と、ジューンサンスキー場がある。ジューン・レイクループの北口から国道395号線を、さらに北上すると、カリフォルニア州道120号線の東方面、 すなわちモノミルズロードへの出口がある。モノミルズロード経由でモノコの南トゥファク一気にアクセスできる。モノコは海水の2.5倍の塩分濃度を持つ湖である。トゥファは石灰石の塊で本来は水中で形成されるものだがモノコの場合、その上流の水が1941年よりロサンゼルス上水路に回されることになったために水位が下がり、 トゥファが露出することになった。また、二つある島のうち、北岸に近いネジット島がやはり水底下が原因で、半島化していた時期もあった。南トゥファ区域から見るモノコ。手前に立ち並ぶのが、トゥファ。中央の白く大きな島が、パオハ島。奥の黒く小さな島がネジット島。トゥファに泊まるオーディボンズアメリカムシクイティオガロードから、望むモノコのネジット島モノミルズロードは、 降設の直後などには閉鎖されることがあるが、南トゥファ地域にほぼ一年中アクセスできるよう、人員が確保できる範囲で整備されている。国道395号線をさらに北上したリバイニングの北側にはビジターセンターがある。同センターは12月1日から3月31日までは休館しているが、セルフツアーによるハイキングは、 天候や道路状況が許す限り可能である。モノコでは、鳥類観察ツアーなどのアクティビティが5月中旬頃から、レーバーデーにかけて実施されている。ちなみに、モノコを含むモノボンチでは325種以上の鳥類が目撃されている。ティオガパスエントランスステーション国道395号線のリーバイニングの手前には、カリフォルニア州道120号線の西方面。 すなわちティオガロードへの出口がある。ティオガロードを西に約13マイル進むと、ヨセミテ国立公園の東門、ティオガパスエントランスステーションがある。その途中には、サドルバッグ湖、エレリー湖、ティオガ湖などの観光スポットやキャンプ場もある。ティオガロードからモノ湖を望むこともできる。ティオガロードのヨセミテ国立公園付近は冬季には閉鎖されるが、途中まで進むことは可能である。 なお、マンモスルスからティオガパスエントランスステーションまでの距離は38マイルである。モノコ委員会本部国道395号線のティオガロード出口のすぐ北に位置する小さな町。カリフォルニアの水路戦争で有名なモノコの保護とその水位回復を目的に活動する非営利団体モノコ委員会の本部がある。なお、リーバイニングにも空港がある。 リーバイニングから国道395号線をさらに北上したところにあるゴーストタウン。国定歴史建造物及および修立歴史公園に指定されておりゴールドラッシュ時の建物が現存している。国道395号線をマンモスヨセミテ空港と同じホットクリークハッチャリーロードでおり空港を過ぎてから道なりに右折したところにホットクリーク修立用魚場がある。また、 その付近では温泉が湧き出ている。ホットクリークハッチャーリーロードをさらに進むと、ホットクリークジオロジカルサイトがある。ホットクリークはツイン湖から流れているマンモスクリークの下流にあり、ジオロジカルサイトのあたりで湧き出る温泉水によって熱せられている。マンモスヨセミッテ空港から国道395号線を隔てた反対側、シャーウィン山脈の麓にコンビクト湖がある。 コンビクト湖にはキャンプ場もある。国道395号線を南下すると、ベントンクロッシングロードの少し先、左側にクローリー湖がある。クローリー湖は、オーエンズ川の中途にある貯水湖で、1941年にロサンゼルス水道電力局によって作られた。クローリー湖では、釣りが楽しめるほか、その付近にも温泉がある。一時停止できる、ビスタポイントから、 国道を降りずに、クローリー湖を眺望することもできる。その上流の東側に位置する、グラス山脈が、ロングバレーカルデラの北西側の境界線となっている。なお、クローリー湖はマンモス山や、レイクメアリーロードからも眺望することが可能である。コンビクト湖の東側には、ホワイト山脈がそびえており、その向こうに、ネバダ州がある。ビショップ付近の平原と、 シエラネバダ山脈院用群最大の都市。西側はシエラネバダ山脈。東側はホワイト山脈に面しており、ロッククライミングが盛んである。ラバのメッカとしても知られ、ビショップミュールデーズという祭りが毎年メモリアルデーの直前に行われている。また、ローズ鉄道博物館もある。なお、ビショップにも空港がある。 国道395号線を南下したビショップの2マイル東にイースタンシエラ地域空港がある。マンモスレイクスから42マイルという近さからマンモス地域の訪問客にも利用しやすい。国道395号線を北上したリーバイニングの1マイル東にリーバイニング空港がある。同空港はモノコの最寄りの空港でヨセミテ国立公園の東門にも近い。距離が 資料によって異なる。FAA の資料にあるナノメートルはノーティカルマイルの略である。Google マップではマンモスレークス町の東側の境界から空港の西端まで約4マイルほどしかない。モノ軍の軍庁所在地であるブリッジポートは市町村として自治体化されていない。同じモノ軍内のブリッジポートにもツインコと呼ばれる湖があるマンモスレクス観光局。 ありがとうございます。